カラクールラム。カラクール原産の羊の中でも、生後間もなくの子羊の毛は黒くて光沢があり、珍重されるカラクールは、中央アジア原産の羊の品種。ウズベキスタンブハラ州の村の名前に由来する。生後間もない子羊の毛皮がアストラカンと呼ばれる、漆黒の高級毛皮として、世界的に有名。転じて、羊の高級な毛皮の通称にもなっている。 乾燥や国間、国書に耐え、寄生虫にも強い。世界最古の家畜羊の一種と考えられている。青年期には、肺褐色の毛で覆われるが、頭部や獅子は、生まれた、直後のままで、黒毛のほかかす毛、褐色、灰色、暗灰色などのものがおり、毛色により、様々な呼び名で称される。高級毛皮で著名だが、乳や肉も用いられている。 原産の中央アジアのほか、ドイツ人植民者が持ち込んだ、ナミビア、南アフリカ、アメリカ、スペインなど、世界中で飼育されている。毛は、光沢があり、縮れている。アストラカンとするには、生後数日以内に毛皮を採取しなければならない。胎児、または、生後間もなくの子羊を、特に、カラクールラムと呼ぶ。非常に高級な毛皮とされている。 ありがとうございます。